広島の中崎翔太が自身のインスタグラムを更新、故郷の特集がテレビで放送されたことに触れる投稿を行った。写真、ブラックにゴールドのパッケージが映える鹿児島黒牛、14日に放送された日本テレビ系、秘密の県民省国、を視聴した中崎は、県民省、総氏ですね、とコメント。中崎の故郷、鹿児島県総氏が特集されたことを喜んだ。 さらに先日宗主さんから鹿児島黒牛日本はじめ G1 いただきました。と綴り、お肉の写真を公開。黒牛日本一を一押し先にいただいて来年は日本一黒牛 G1 をいただいて有馬記念も適中皆様も宗主をよろしくお願いします。と意気込んでいる。この投稿にファンからは、宗主の黒牛が力になれるなんて幸せです。ご縁を大事にされる姿勢が素敵です。 来年も全力でカープとザキさんを応援します。などの声が上がっている。